美容師辞めちゃう人を減らしたいですね。プライベートの時間は全部家族に使いたいなっていうので、やっぱ稼いでほしいですよね、地元の人たちには。LOSING CONTROL。起きてー、うん、起きてー。休みの日とかも奥さんと息子以外とは過ごさないですね。基本的にずっと一緒にいます。スタッフとご飯行く時とか友達とご飯行く時も夫婦で息子と一緒に常に行動できるようにしてます。どうしても美容師なんで家族で過ごせる時間っていうのが少ないので、プライベートの時間は全部家族に使いたいなっていうのが、はい。LINE とかを返してますね。なんか普段営業中だと時間がなくて、だいたい1日で40件ぐらい、40、50件ぐらい溜まっちゃうので、それを朝返してで、まあ切り替えるっていう感じですね。だいたい6時半ぐらいに起きて、その日1日やらなきゃいけないことを自分の中で固めて、あと予約状況とか一回体に入れて一日過ごすようにしてますね。いってらっしゃい。しよくパパいってらっしゃいはパパいってらっしゃいはパパいってらっしゃい行きます。最後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 、はい、すいません。毎日こうなんです。死ぬまでの時間が限られてるっていうのを最近すごい意識してて、まあ、使い方っていうと具体的にはないんですけど、ポジティブに生きてマイナスな発言はしないっていうのは、まあ、皆さんやってると思うんですけど、僕もすごい楽しく生きていきたいのでポジティブな生き方を心がけてますね。朝そばを食べるのはなんか健康食で見たことがあって、血管がなんか開くっていうのと、お酒よく飲む人の分解が良くなりますよっていうので、まあ、僕結構あんまり飲み行きはしないんですけど、お家でお酒飲むのが好きなので朝リセットするというかで、体温めると一日のパフォーマンスが良くなるので、あんまり濃くない味でおじいちゃんみたいなんですけど、朝体を切り替えるっていう意味でマイナスは同じ時間にそばを食べるっていうのを、まあ、7年ぐらい続けてます。シャンプーあんまりできないんですけど、朝は頑張ります。作品撮りはなんかあくまでなんか作りすぎない、リアルスタイルで街の風景と季節ごとに切り取るっていうのがこだわりなんですけど、そこだけはあんまりぶらさないようにしてます。週2回作品撮りするのは自分がしっかり後ろ姿見せるっていうのと、自分のデザインをアップデートして、やっぱり美容師さんで見ていただいている方もすごく多いので、やっぱりしっかり発信していくことで、やっぱ社内でも、自分が朝8時に来てモデルさん呼んでやってる姿っていうのは、朝早く練習しに来た子たちの希望になると思うので。朝来るっていうのは作品塗るじゃなくても、とりあえず朝来るっていうのを意識してます。カメラで。はい、大丈夫。はい。友達。髪は切りました。お願いします。はい。はい。人物と共に街を撮るのがテーマなんで、広角レンズで撮ってます。カメラがα7ⅳに 24mm の単焦点の G マスターレンズです。やられた。ちょっと疲れちゃうんで、モデルさんが疲れた顔になると表情も作れないので、はい、あんまり時間かけないようにしてますね。タイミングに合わせて体動いてくれて4年ぐらいお世話になってます。でもカットもカラーもお世話になってるんで、やっぱりカット自分でも巻きやすいですし、美容師さん他の美容師さんにいた時に「これうまい、誰カットしたの?」って「斉藤さん」って「やっぱり」って言われること多いです。昨日あったかかったもん。いや、僕も。じゃあまたお願いします。ありがとうございました。こうして明日に。じゃあ調理始めます。おはようございます。おはようございます。何からかお願いします。資産家ポエットできる子いたら。あと今日やってくれてる姿見るんですけど、お願いします。手に触れるところ全部サイター殺菌できるんで、細かく掃除しますね。トイレ掃除めっちゃやります。あとみんながやりたくないことやるっていうの大事か。アシスタントの頃からですね、アシスタントの時に僕トイレなんだっけな、トイレの神様って曲が流行った時に、あ、トイレ掃除きれいにしようみたいなのは意識し始めました。汚い。で、あと美容室の場合撮影とかでモデルさんがお手洗いでお着替えすること多いので、それは結構綺麗にしてる要因ではありますね。